境港市、水木しげるロードに設置されたガラッパのブロンズ像ガラッパは南九州に伝わるカッパの一種。鹿児島県薩摩仙台市の川内川に生息しているというのが全国的に有名。川辺に住み頭に皿があり春と秋に山と川を行き来すると言われている。目に見えずに声や音だけが聞こえる正体不明の化け物とも言われている。 特定の人にしか見えないとも言う。一般のカッパより手足が長いのが特徴で、座ると膝が頭より高い位置に来る。いたずらが大好き。山中で驚いたり道に迷ったりするのはすべてガラッパの仕業とされる。人間から理不尽な攻撃を受けた場合は必ず仕返しをしたと伝えられている。山でガラッパの悪口を言うと必ず仕返しされ。 特に悪口を言った者が靴を履かずに裸足だった際にはその悪口は数キロメートルまで離れたガラッパの耳にも届くといういたずら好きの反面恩義を忘れない性格とされる熊本県では川で悪さをしたガラッパをある者が懲らしめもう悪さはしないよう言い聞かせた上で許して逃がしてあげたところその川では水難が起きなくなったというまたかつて ガランデンドンというガラッパの神が、鹿児島の神社でガラッパたちを集めて、悪事を働かないよう説得し、今しめの文字を石に刻み、その石がある限りガラッパは悪さができないとされている。人間の仕事を手伝う話も多い。熊本には薬売りに公約の作り方を教えた話や、魚取りを手伝ってくれる話がある。特に魚については、ガラッパと友達になることで、 面白いように魚がたくさん取れるという。また、鹿児島の薩摩仙台市では、田植えを手伝った話が残されている。ひょうひょうと鳴くとされる。実際にはこの声の主は、小鳥の虎つぐみとされるが、一説によればガラッパの神秘性を保つため、あえてこのことは公にされていないという。他に、大正時代に、鹿児島で、夜来て、倒木や矢を射る音をさせたり、 ふんふんふんと泣いたという話もある。一般のカッパに増して女好きであり、鹿児島の伊佐郡などでは、ガラッパが人間の色気に惑わされて、川に落ちたという、カッパの川流れならぬ、ガラッパの川流れの伝承がある。同じく、鹿児島の熊毛郡や久島町では、ガラッパに侵されて妊娠した女の話が伝わっており、その女は体内のガラッパに肝を食べられたため、 やがて死んでしまったという。生まれた子は焼き殺されそうとしていたところ、どこかへ消えたという。種ヶ島には、ガラッパに相撲を挑まれた子供の逸話がある。その子供はガラッパを投げ飛ばしたものの、次から次へと、ガラッパが現れ、何度投げ飛ばしてもキリがない。ついに相撲に負けた子供は、妙な色を口に塗られて、家に帰り、長い豆を冷まさなかったという。 薩摩仙台市の古代町では何日もガラッパの相撲に付き合っていた者がやがて病気になって死んでしまったとも伝えられている。物販が弱点。熊本では物販を口にしたガラッパが力を失ってしまったという伝承がある。また、伊佐ニや薩摩仙台市では物販を食べた人間や動物に対してはガラッパは恐れて近寄らないと言われている。光物の金属類も 大の弱点の一つで、ガラッパの難を避けるにはこれを身につけると良いとされる。その他、伊佐軍では、人間の歯を恐れているとも言われている。また、鹿児島の大島軍では、網が嫌いとされ、網を被ることで、ガラッパの難を逃れたものの話が伝わっている。大島軍の瀬戸内町では、前行を行わなかった人間が海で死ぬと、その霊魂がガラッパになると伝えられている。 川内市では赤ちゃんの歯が生え始める際に、下より上の方が先に生えると、川でガラッパに引きずり込まれるとされ、赤ちゃんの名前を解明するとともに、人形を作って川に流すという、ありがとうございます。